これで二千二十一年はいそうよ牛年そうです牛年ですね今年のえっねあの十十二個の動物がいますよねね牛トラウタツうんえちょっと待ってね私も今ね言おうと思ったけど言えなかったからお任せしました馬羊猿鳥犬イあ言えましたねすごいうんねがネズミうん牛牛が今年ですよねはい 来年トラですね。そうう、トラね、うし、トラ、う、うはうさぎですね。うさぎ、はい。ね、うし、トラ、う、たつ。たつは、たつ、ドラゴンですね。ドラゴンですよね。ね、牛し、トラ、う、たつ、み。みはヘビ。ヘビ。たつ、み。馬馬馬ま。うね。ひつじ。ひつじ。あ、ひつじかわいいな。はい。猿鳥。鳥。 鳥は鶏ですからね。うんうんうん、そうそう、鶏ね。鳥、犬。犬もかわいいな。で、い。イノシシ。イノシシのい。これが中国から多分来たやつでしょ。そうそうそう。今年は、牛さんです。ね牛年。僕は鳥年なんですね。実は私、牛。あ。年女。そう、年が割れるけどね。まあまあまあ。 <laughs> まあ、でも結構あの日本人だったらすぐ計算できるんですけどそうそうそう,そう <laughs> いやでもいいんです私はあのポッドキャストでもね結構自分の年言ってるから全然いいんですけど私はあの全然気にしてないけど実は <laughs> それは本当に嘘でしょ <laughs> ちょっと自分もそれを言うのはちょっと心苦しい36 <laughs> うんまあそのぐらいにしてうね、まあ <laughs> 生まれた年年が、ねうんね、何かそうなんですよねで12歳の時が最初の、まあ、年男年女っていいますよね。うんうん、でそれが2十歳の時も年男年女になるってう、うん、そ,うそういうシステムですよね。そうシシステム,システム年女と<牛>年男年女の時っていいですよね基本的には。 そう言われてますよね、うんうん、そうですよね多分ね、うんうんうん、今年じゃのりこさんの年です、ねはい、<laughs> 来ましたそうそうそう牛牛、はいど。どうですか牛年ってなんかあのなんか感じることはありますかその牛肉を食べたいとかい<や> <laughs> そ,それでもなんかなちょっと変な感じいやいや全然なんか キャラ的にでもなんか牛、どうなんですか牛はなんかよく食べてのんびりしててっていう感じじゃないから、私は。どちらかというと、どれかななんかいつも、いつも。鳥,鳥、そうそう。鳥か、なんだろうな。あの、僕はよくお母さんに言われてます、ね。鳥鳥 <laughs>、うん、鳥年はちょっと、うん、鶏はね、ちょっと落ち着きがない。うんうん、なんかいつも動いてて、うんうん、ちょっとハイパーな感じね。うんうん、そう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 。それか、 それかほらぐらい、タイガーマンですか。<laughs> タイガーマンえ何それ。<laughs> なんかあのーうん、アメリカとかでね、うんうん、よくそのまあまあこれもステレオタイプなんですけど、うん、まあチャイニーズアメリカの家庭がたくさんありますよね。うん、はいはい。えー、そこでそのやっぱり中国人のお母さんたちはすごく教育熱心で。うん すごく厳しい。そういうの、お母さん。そっか。それをタイガーマムというらしいんです。ああ、そっか。ああ、なるほどね。そういう。タイガーバームですか、タイガーバーム。タイガーバームも面白いタイガーバームってあの、あるね、あるある。クリームがあります。そうそうそう。タイガーですか、のりこさん。 そう、今考えたら、そう、そうなんじゃないかなと思っ。そんなに。大きい、くて強いですか。うん、大きくて、いや、大きさじゃないけど、なんか。こう。獲物。<laughs> <laughs> どういうことですか。こ,れこう、獲物を見つけたら、それに向かって。 そうそう行くみたいな。それよくわからない。それどどのぐらいのメタフォーでそれを考えればいいのいいんですかね。その目標ということですか。なんか目標がそう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 なんかやっぱ牛じゃないような気がする。でもねそれねどちらかというとイノシシのイメージですね。ああそっかあの突進していく感じですね。ワイルドボーそうね。そうかもしれない。失礼しました。あの一感じ一つのねあの目標に。 突っ込んでいく。まっすぐ、まっすぐ突っ込む。危ない。そうそう。そう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 危ない危ない。そうね。うんうんあの避けられません避けられません。まっすぐ行きます。はいはいはい。イノシシタイプの牛ですね。でもこれ牛もね静かな牛じゃなくてこれお牛ですよね多分。ああ。オックスなのでしょ。そうか。じゃあじゃあちょっとい強い。うん。 で、なに、それを、あの、旦那さんは、あの、何あの、なんていうの。さっとかわすんですね。あの、スペインの。闘牛士。そうに <laughs> そう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 。ああ、るね。はいはい。そうはい。突進してきてそうそう、ね。うん。それは。いやいや、彼は意外とね、あの。

僕はいた時からもう番だと思います。<laughs> そうですよね。はい、流れとしてはそんな感じになるよね。うん、うん、まあね。まあ、こういうのはまあ、文化なんでねっていう考え方もあるんですけど、やっぱりちょっと。うんうん、まあ、僕としてはあんまりその動物だけじゃなくて、うんうん、そのなんか人や動物やその、うん、なんか死ぬところとか地。地 そう、ですよね。私も、うん、見たくない。はい。これ見ないといけないっていうね、そういう考え方もあります。例えば、あの、肉とかね。ああ、あるあるある。で、僕は見たくないんですよ。僕は、あの、肉は食べるけど。動物は殺されるのは見たくない。でも、それ、それってわがままですかね。なんか見ないといけないっていうね、人がいますよね。うん。見てくださいってね、言われることもあるけど。 見ないね、私は。なんか見見たら一瞬でベジタリアンに変わりそう。もう無理無理。それから泣きながら食べるのかな。ありがとう。美味しいよ。ありがとうって難しいねこれはね。難しい話ですね。まあいろいろなことをね、あのやっぱりまあ知るっていうことも大事ですよねもちろん。でもまあ闘牛はちょっと。 ちょっとやっぱ時代というのがあるかもしれないですね。うん、ですね。うん、うん。やっぱ時代とともにね、変わっていくことっていうのがそうそう、変わることありますね。変わらないといけない。そう。ありますか、ね、う,んうん。うん、まあ、ね、今年いろいろなことがよく変わってくれればいいですよね。よくなってくれる本当、本当。ね。え、てっぺいさんは何か変えようと思ってることとかあるの今年、自分の生活とかで。もうこのままもう少し運動するかな。 あ運動、そっか運動でも何？もちょっと歩くかな。うんうん、あのねっやっぱりやっぱりすずっと座ってるのはよくないですよね。よくないよくない。うん、なんかいつもこの話してますよね。本当に <laughs> ごめんごめん。運動、うん、運動した方がいいですよね。うんやっぱ動いた方がいい。やっぱたね座りっぱなしは本当にね,ねダメですよ。うん、運動ぐらいですかね。あとは ね、前回話したように、まあ、結構その2020年のルーティンは悪くなかったので運動以外は、うん、あのよかったので、うん、継続続けるです、ね、そうかそっかポッドキャストのアップロードもまあ続けられてるし、うん、レッスンも続けてるし、うんうん、いいですね基本的には健康的に食べてるしいいです、ねまあそうですね、うん